今週、月は、まっさらなものという意味合いが強いお羊座に、主に滞在します。新しい年になり、あなたの中で、具体的にやってみたいことが頭に浮かんでくるかもしれません。そうした時、友人や家族に、こんなことやってみたいんだよね。いいと思わない？と話しても、そうなんだ、よくわからないけど、いいんじゃない？といった曖昧な、別に反対ではないけど、特段賛成でもないような反応をされて、意気消沈する人もいるかも。けれど、そういった周りの人に、まだよくわからないものこそ、着手してみる価値があるものです。これは、楽しそう。このアイデアいける。と思ったら、相談せずに実行がいいかも。また今週は、コスメのパッケージで衝動買いをすると、運気アップ。おひつじ座、3/21-4/19。頭部を冷やさないように。可愛い帽子やイヤーマフを加えると外出が一層楽しくなりそう。おうし座4/20-5/20。湯船に浸かる習慣を大切に。うっかり、短かったり、まさか浸かるのを忘れるなんてことにならないように。双子座、5/21-6/21。音楽を聴きながらのエクササイズで気持ちがせいせいするかも。心地の良い音楽を吟味して。蟹座6/22-7/22。足の指をしっかり開く動作を意識して。パンプスやブーツ内で小さくなった足をねぎらう時間を設けよう。獅子座7/23-8/22。タイトなパンツスタイルを積極的に取り入れて、下半身のラインを意識。意識するだけで変わってくるよ。乙女座8/23-9/22。古くなったコスメを破棄。もったいなくて捨てられないと、新しいコスメを手に入れることはできません。天秤座9/23-10/23。家中の鏡という鏡をしっかり磨いていきましょう。数が少ない場合は買い足して、理由の思いっきり呼び込もう。サソリ座10/24-11/22。
コスメポーチが清潔かどうかをチェックして。いて座11、23から12、21。カリスマインストラクターがいるジムに行ってみよう。コブ&感化されてどんどん体が引き締まるかも。ヤギ座12、22から1、19。バスソルトを吟味してみて。入れるのと入れないのとでは次の日の体調に雲泥の差が出そう。水亀座1、20から2、18。デジタルデトックスを行おう。テレビやスマホからの多すぎる情報はあなたのストレスを増長させるよ。魚座2、19から3、20。首元のおしゃれを忘れずに。温め機能は満載で、なおかつ暖色系でカラフルなものだとモテ運もアップ。 IB あかねプロフィール。2011年24歳の時に周りの友人たちからの強い勧めも手伝って、月の占い師 IB あかねとして活動を始める。祝謡先生術をベースにし、現代の解釈に沿うようにリデザインをしたルナモンスター占いを考案。2016年新春放送、占い界のグランプリを決めるザ・的中王2016に出演し、第1位的中王2016に輝いた今代注目の占い師。LBR オリジナルのビューティー占いは毎週日曜日の21時に更新。